フォアップチーム。 NRI では多様なキャリアを持つ社員がチームを組んでいる。それはどのようなチームなのか。相互作用とか化学反応みたいなものを仕事に生かしていこうっていう。楽しいと思ってると頑張ろうっていう気になれるから、みんなと一緒にこう進めていきたいなっていうのはありますけどね。果敢にこう取り組む姿勢を非常にこう感銘を受けて、このアウトプットをスピード感を早く出していける、自分の足りないところをこう相互に補い合えるような NRI チーム。資産運用サービス事業一部の馬場と申します。グループマネージャーを担当しております。資産運用業界に向けた新しいサービスの企画営業であったり、既存事業のマネジメントを担当しております。資産運用サービス事業一部の塩見と申します。運用会社に向けた新しいサービスや企画を担当しております。ホールセールプラットフォーム企画部のハブと申します。金融業界の規制などあるいは業界動向などのリサーチ調査を担当しております。その人その人の良さとか多様性とかそういったものを生かしながら、いかにいいものをみんなで作っていくか。だから塩見さんみたいな中途で入って、そのバックグラウンドいろんな経験を持ってらっしゃるんですか。でそれをこううまくチームの中に混ぜて、でそこで出てくる相互作用とかあるいは化学反応みたいなものを仕事に生かしていこうっていう。中途なのか新卒なのかっていう色がそんなにこう私の中とかであまり意識なく、思ったより中途入社多かったですね。日系ってなんかこうプロパーが重宝されるようなイメージがあるんで、そこも一つの転職のハードルになってる、まあ、なってたんですよ僕は実際。それを気にして仕事してる人いないね。あ、そうですね、確かにいないですね。前職が違う業種だとそれが活かせるところが、あ、確かにそうですね、いっぱいあるかなって思ってます。野望ではないけど、やっぱりやろうとしてることが業界を変えようとか、いやもっと世界を良くしようみたいな、それを やり遂げようと思うにはやっぱりちょっとなんかこう大きな夢を持たないとなかなかできないですよね。こう現状維持じゃなくてこう良くしていこうみたいなチームではあるかなとは思うんですけど、開発の人が入ってきたりとか、まあ、システム基盤の人が入ってきたりとか、こう人数がわーってこう増えていく、まあ、お客様に対しても10社20社どころか何十社ってこう巻き込んでいくと、すごいこう推進力が必要なんですよね。まあ、みんなと共有してこうみんなと一緒にこう進めていきたいなっていうのはありますけどね。お客さんに当ててまたブラッシュアップして持ってって、それにこううんうんうんと立て続けに賛同してもらった時がこうみんなよっしゃって感じですよね。うん、あ、そうですね、間違ってなかったなみたいな。あ、そうそうそうですね、感じです。そうそうやってきたことは間違ってなかったというのはありますね。確かにね。遠藤健と申します。データサイエンスファンクションでマネージャーとリードデータサイエンティストを担当しています。大阪俊明です。データサイエンスファンクションで分析案件のチームリーダーをやっております。大方めぐみと申します。データサイエンティストとしてデータの分析等を行っております。難しい課題にも果敢にこう取り組む姿勢を非常にこう感銘を受けて、あと皆さんがこう周りの子が不安にならないような雰囲気作りがすごく得意なのかなって。チーム内の有識者みたいな人にいろいろこう話を聞いてスキルアップしてきたっていう。我々みんなそうなんですよね。中途で入ってきてっていうそのプロセスを踏んでるので、やっぱりその知らない人の気持ちが分かるというか、うん、だから人に優しくできるみたいな。データサイエンティストとして集まっている我々って、もちろん決めるっていうこともやりつつ、まあ、そこからすぐに自分でも手を動かしていいものアウトプットをスピード感早くですね出していけるっていうのがやっぱりこのチームの強みかなというふうに思っているので、自分の足りないところみたいなところをこう相互に補い合えるような、そういった営みっていうのができれば、まあ、組織としてはどん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 大きくなっていけるかなと思うんで、おのおの多分向上心とか野心とかはあると思うんですけど、なんかそこがみんなですごく補い合ってるチームなのかなっていう印象が強いので、全然なんかどうでもいいことを気にしなくて業務に集中できるというか。チームの中でこう一つのゴールを目指していくっていうところの共通目的はできてるんじゃないかなと思いますよね。うん、これがないとお客様が困るっていうのが分かってるからこそ、じゃあやろうかって感じになるってことだよね。うん、お互いを認め合い同じゴールに進む、喜びを分かち合いチームを
つなげていく。成長のために、顧客のために、社会のために、仲間と共に。